それでは始めてください。行こうか。あ、今頃気づいたか。お前、俺の力を。今頃気づいたか。そう、鎧の異端な能力とチャクラの吸引術、手のひらを相手の体に当てがうだけで精神と身体のエネルギーを吸い出す素晴らしき術。そしてチャクラを全て吸い取られてしまえば、サスケ君、君は私の呪印の力に頼らざるを得なくなる。さあ、解放しなさい、甘美なる力。それしかあなたの生き残る道はない。この野郎。あっ、まだ力が残ってるとはな、ただのモルモットのくせに。危なかった。安心しろよ、すぐ終わらせてやる。どうした？もう終わりか？こいつの狙いは接近戦一本。どうする？このままじゃ地味だ。うちはサスケ、この程度か。サスケくん。よそ見してる暇なんかないだろう。これで最後だ。これまでですかね。消えた。もっとも、ここから先は俺のオリジナルだけどな。終わりだ。影舞踊だと。はい。いや。くそ。いちいち反応しやがって。
ここまでか。こんなのに飲み込まれてたまるか。主演が引いた。行くぜ。甘いな。確かめるまでもないですね。これ以上の試合は私が止めますね。よって第1回戦勝者内葉サスケ予選通過です。